さあ、すでに会場滑走路では3機の飛行機が今タクシングを始めています。さあこの3機、さあエアバンデッツショーの始まりです。ヒアウィーゴー。さあフォーメーションテイク。さあ会場上空の方に戻ってきます。さあジョインナップ、イルギスが、はい、今ポジションに戻ろうとしています。さあここでスモークを、さあ3機が綺麗なデルタフォーメーションで、さあ大きな弧を描いています。さあこれはフォーメーションルーム。さあ機体も性能も違う3機が綺麗に編隊を組んで大きな宙返り。もう一度、あ、太陽が眩しい。ご覧ください、大きな機体ですがクリーンな動きができます。そして銀と赤の機体はユカ、ユリビスが開発したスーパーアクロバット機です。さあそして編隊は左手の方から進入。さあロバートが背面飛行しています。アップサイドダウン。さあロバートが吉野ゆりみそいじてタイクロフォーメーション1パーセントパスです。スパイラル、さあ綺麗なフォーメーションできますよ。皆さん分かりますか？2機のフォーメーションの周りをぐるぐると1機が回っています。バレルロールするのはユルギス・カイリス。あ、綺麗ですね。 That's beautiful。
空に映えます。を返してまた降りてきます。午後からも続き目が離せません。